はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。滝行7日目終わりました。これからお家に帰りまして身支度を整え、いよいよ笹栗88箇所のお遍路に出発します。お家からだいたい20キロぐらい歩きまして、今日は笹栗のお宿に泊まります。そして明日6月9日から6月11日まで笹栗の88箇所のお遍路をさせてもらいます。一つ一つの仏様、神様にお祈りを捧げます。そして11日に全て終わりましたら、そこから夜を徹して北九州のある滝場まで歩きます。だいたい50キロぐらいです。そして朝滝に打たれまして、晴れて満行を迎えることになるわけです。88箇所のお遍路もそうですし、北九州の滝まで50キロ歩くものも初めてです。いろいろと未知の世界です。何かが起こるなと、祈りのために僕はこの3日間4日間を捧げたいと思います。そして今日は非常に大切な話をしたいと思います。よろしかったらチャンネル登録の方もお願いいたします。連日ですね、予言の話をしました、その中で医学の話もしました。多少荒れてますね、コメント欄が。僕も大人げなくもですね、言い返してしまうところがあるわけですよ。もうキューさん、またそんな波動下げないでって言われることもあるんですけれども、でもそれ僕の差がなんですよね。僕はこう思うんだと、それは違ってるんじゃないか、それは正しいということは、僕という表現者が自分のアイデンティティを保つために大切なことなんですよ。何でもかんでも、実はいいんじゃないですか、いろんな意見があっていいですよっていうふうな、ある種悪しき相対主義というのは僕の本意ではないわけです。だってそういう話の方がいいでしょ、僕はこう思うんだっていう話の方がいいでしょ。それが意に反することであっても、あ、この方はこう考えてるんだなって、とても大切なことだと思うわけですね。そういった意味でですね、ちょっと荒れちゃってる部分はあるんですが、でも非常に大切な話を僕はしてると思うんですね。で、予言の話昨日しました。不吉な予言をする人が結構いますけども、もうどうか外れろと心の底から僕は祈っています。そして今コロナというですね、世界的な、危機というふうに直面してるわけです。だいぶね、いい状況には持っていってるんだけども、まだまだ予断を許さない部分があるわけです。だけれども新しいワクチンというのがこんなに早くできまして、そして今収束に本当に向かっているわけなんですよ。もうイギリス、イスラエル、感染者ゼロですよ。考えられない。年末1万人超えてたんですよ。それが今やゼロですよ。半年足らずでゼロですよ。すごくないですか。もし今日本もそのように進めていったら、年末にはマスクを外してうへーってパーティーして白ワインを飲んでる姿が目に浮かびませんか。めちゃくちゃワクワクします。ワクチンがいい悪いという話はもうし尽くし方かもしれませんけども、良くも悪くもですね、社会的な様々な条件から打たないといけなくなる人は出てくると思うんです。それこそ海外に行く、飛行機に乗るという方はですね、ワクチンを打っていないと乗れません、行けませんということはですね、自分の意に沿わぬ形であったとしても余儀なくされることがあるわけですよ。その時に大丈夫って言って打つのか、怖いって言って打つのか、どっちがいいですか。今からとても大切なことを言います。それは何かというと、最終的に自分の身を守るのは何か、それは言葉なんです。もう一回言いますね。最終的に自分の身を守るのは言葉なんです。ワクチンがめちゃくちゃ危険です。それをあえて現実逃避のように大丈夫っていうのは確かに問題かもしれません。でもその件に関しては、僕はこれまで何回も言った通り、少なくとも今回のワクチンに関しては安全性、そして効果という面でですね、非常に優れたものです。そこは僕ではなくて医学、科学を信頼してほしいなというふうに思います。打つ打たないは何回も言う通り、それは自由です。僕はそれに対してけしからんとか打つべきだと言ったことは一回もないはずです。もちろんですね、打たないという理由がよくわからない架空の研究者の論文であったりですね、
口頭無形なデマであったりすると、それは違うんじゃないですか、もうちょっと考えましょうよと言い方はすると思います。だけれどもいろいろ考えた上で、いやむしろ考えてなくてもですね、私は打たないんですという人に対して打てと言ったことは一回もありません。逆に僕に対していろいろとですね、その意見を覆してくださいみたいなこと言われても、それ僕こう思うんだからそう言われてもさ、思えないですよっていうことの正直な話なんですね。いろんな立場があると思います。だけどもしですね、もしですね、もし打つことになるんであれば、大丈夫と思って打った方が絶対いいんですよ。もう一回大切な話をします。最終的に自分の身を守るのは言葉なんです。私は豊かである、私は自由である、私はあり余るお金を持っているというふうに言えば、それが潜在意識エーテル体にまで浸透すれば、それは現実になるんです。転んだところでその言葉が身を守ってくれるんです。ピンチの時にこそ言葉が身を守ってくれるんです。だからいい言葉を言いましょうと言ってるわけです。このことはですね、僕がスピリチュアルに出会った超初期初期初期の時に学んだ話なんです。ありがとうございます、感謝します、ついてる、いける、大丈夫、最高だというふうに言っていたら、現実人生がそうなるんですよということを学ばされました。最初はふーすげーなーというふうに思ったんです。でも僕ってすごくいいところがありまして、それは素直なんです。よし、じゃあ俺はついてるしか言わないと、何でも感謝してありがとうございますって生きていきようというふうに2004年の3月4月から決めたんです。そして始めたんです。するとどうなるか、1年間で僕の人生はガラ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 と変わりまして、会社を辞めました。あの時は決して生活が安定してるわけじゃなかったんですけども、だけど僕には生活の安定とかお金以上に自分の身を守ってくれるものがあったんです。それは何か、言葉です。ついてるといえばついてるんです。運がいいといえば運がいいんです。私は豊かであるといえば豊かになるんです。私は自由である、私の思っていることは全て実現するんだっていう言葉をずっと言い続けてたらそうなるんです。僕はまだあの時実験の途上でした。人体実験をしていました。言葉とか思い込み考え方が本当に現実を変えるのかなっていうことをですね、当時学びました。それを証明してやろうと思って会社を辞めたんです。その話は後付けではなくって、まさに会社を辞めるときにブログに書いてますんで、興味のある人は2005年の3月4月5月あたりのブログを読みに行ってください。宇宙と仲良しブログです。そして僕はそのことを証明できたんじゃないかなと思います。あれからやっぱ16年経ちました。昨日税理士さんのとこ行きましたけども、過去最高収益でした。そして自分がやりたいことがどんどん実現してます。僕は旅と音楽が大好きなんです。音楽に関しては僕はプレイする才能は、ここは残念ながらありませんでした。だけどそれ以上に自分がやりたいな、こういう形を作りたいなという、こういう作品を世に出したいなと思ったのをですね、できるプロの方にお任せして、もちろんスポンサリング僕がしましてですね、それが実現できるようになってるわけですよ。15、6年前にそんなことは僕は考えなかったことがありませんでした。そして旅が大好きです。今までもう56カ国行ってます。あいにくとして今はですね、なかなか海外に行ける状況ではありませんけども、でもその代わり海外と同じく大好きな自転車をやってるわけなんですね。自転車に乗り回しながらトークライブをやってる、こんな楽しいことはありません。多分日本でそれをやってるのは僕だけかもしれません。自転車がね、47都府県終わったら次はね、あのリアカー引いて歩こうかなと思ったりしてます。いろいろとね、やりたいことあるんですよ。もちろん全米デビューも着々と進行しています。自分の言葉、自分の考え方、思いっていうのが本当に人生を作るんだなっていうことを15、6年間で十分に証明できたんじゃないかと思います。だから今この YouTube でお話ししているわけです。そして、あ、本当にそうなんだなと思ってくれる人がいたらですね、ぜひ実験してみてください。すでに実験した先輩がここにいます。私の人生はまだまだ自分の思い通りじゃないんだけども、だけどたまたま何のご縁かこのつるんとした丸い人の動画に出会いましたと、もういろいろ叩かれながら、解除祭りに会いながら自分の信念を表現し続けていると、この人の言葉をちょっと信じてみて自分の言葉を大切にしてみようかなと思うんだれば、僕はこの動画、この YouTube を始めて本当に良かったなというふうに心から思います。そういうきっかけに本当になってほしい。
最終的に自分の身を守ってくれるのは言葉なんです。大丈夫って言ったら大丈夫なんです。ついてるって言ったらついてるんです。どんな社会とかどんな今状況が逆風を吹いていてもですよ、いやどうせ大丈夫なんだ、最高だよ、ピンチはチャンスだよね。だよね、鳥さんもそうだよって言ってるでしょ。なんかねちょっと話がありますけども、僕ここでね話してるとなんか素の自分になれるみたいなんですよね。で鳥さんとか虫さんがすごく反応してくれるんですよ。ここでなんかねコメント欄でも教えてもらいましたけども、なんか鳥さんとかとお話しできる方が結構いらっしゃるんですよね。でその鳥さんたちが言うためには波動の清らかな人じゃないと寄ってこれないとか反応できないって言ってるみたいなんですね。そういった意味では、まあ、鳥さんとかねいつもピヨピヨ抱腹結局って泣いてますけども、それは決して偶然じゃなくって僕の言葉とか波動に反応してくれてるんだなというふうに一応思っています。それは僕が思っているということなんですね。でもそうだなというふうに感じてくれる方もね多分いらっしゃると思います。僕は素の自分として素直に今お話をしているわけです。いいも悪いも言います。自分の表現を大切にしています。叩かれてもそれは仕方がありません。批判されてもそれも仕方がありません。自業自得かと言えばそうです、うん、だけれども僕は表現者です。表現者としてのアイデンティティを保つためには自分の表現しないで誰が表現するんですかってことです。その意味でもう一回言います。最終的に自分の身を守ってくれるのは言葉なんです。言葉が人生を作るんです。15、6年間それをひたすらひたすら証明してきました。そして新たな証明をこれからもこれからもしていきたいと思ってます。もう一回繰り返しになりますが、今自分の人生がちょっとハードだなとかなんかうまいこと言ってないなと思ってたらこれきっかけにしてほしいと思う。大丈夫って言おうよって。怖いとかつまんないとか嫌だって、まあ、素直に思うときはねそれは言っても仕方ない時あるんだけども、でも言っても誰得な場合があるからちょっと考えてみて、今すごく嫌な状況なんだけども、でも自分の魂磨いてもらってるよね、すごいラッキーだよねって思い直すことはできるんじゃないかなと思う。実際そうだよね。僕も今までいろんな経験ありましたけども、嫌な経験の後にすごくいいことが起こるんですよ。古今東西いろんな偉人も言ってるんですよ。やっぱりピンチはチャンスだし、沈んだ時に大きく飛躍するんだっていうことをね、いろんな人が言ってるわけですよ。それって自分だけが例外なの？自分だけがそういうピンチはチャンスっていうのは適用されないの？そんなことはないと思いますよ。みんなピンチの後にはチャンスが来るわけですし、それが自分魂を成長させてもらってるわけですね。でもその時に本当に本当に助けになるのが言葉なんですよ。ついてる、やった、大丈夫、最高だよ、ラッキーだよ、ハッピーラッピーだよって言ったらそうなるんだよね。48時間以内にすごいことが起こりますって言ったら48時間以内にすごいこと起こってるでしょみんな。だからあえてもう一回言ってみて、48時間以内にすごいことが起こりますって。48時間後楽しみにしてみて。いろんな予言とかする人いるけどさ、俺は不吉な予言、不幸な予言が外れることを心から心から心から祈っています。そしていい予言がどん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 実現することを心から心から心から祈っています。これからお家に帰りまして、ささぐりの88箇所をお祈りしてきます。本当に気持ちを込めてお祈りしたいなと思うんです。各札所にはですね、各々に仏様がいらっしゃいます。例えば薬師如来様、地蔵菩薩様、文殊菩薩様、釈迦如来様、大日如来様、さまざまな密教の仏様いらっしゃいます。その御神言を唱えつつですね、心から心から心からお祈りしたいと思います。そしてまず現実的にはこのコロナっていうものがきちんと収束するということです。そして今欧米がまさにそうであるように、日常生活に日本も戻りたい、早く緊急事態宣言解放されてさ、みんなでギュッと密になって飲みに行ったりライブ行ったりしたいじゃない。バーベキューもしたいでしょ、旅行も行きたいでしょ、みんなで笑い合いたいじゃん、マスク取ってさ。そういう時代が来るんだよね。で今こういう言葉を言ってるでしょ、僕は絶対そういう時代が来るというふうに信じてるし、そうなるんだよね。ワクチンも全く問題ない、本当に問題ない。メンタリスト大吾さんとか堀江もさんとかひろゆきさんとか三木谷先生とか
まあ、YouTube 上のですねいろんな人気者の方も言ってますよね。いやワクチン打ちますよってそれは当たり前ですよ。普通に考えたらそうなんですね。でもそれをですねなんかまた何回も言う通り怖いだのですね陰謀だの言ってもさ何の得にもならないわけですよ。科学的には完全に安全で効果があるという人類の英知を信じた上でそれに突き進もうと僕はそういう提案をしたいわけです。でもそうじゃない人はそうじゃないで別にいいんですよ。もちろんね信念信条を僕は否定することは一切ありません。だけども何回も何回も言いますけれども同じ信念信条であれば自分を力づける幸せにするような考え方信念信条そして言葉を持ちましょうということなんだよね。最終的に自分の身を守ってくれるのは言葉なんです。転んでもそこで身を守ってくれるのが言葉なんです。今から飛躍しようと思ってテンションを上げている時も自分の身を守ってくれるのは言葉なんです。だったらどんな言葉を普段から発しますか。いついつに災害が起こるとかそういう話を信じたいですか。それよりも48時間以内にすごいことが起こりますって言ったり俺の人生最高だよねとかねどうせ大丈夫だしどんどん良くなるんだよねっていう言葉の方が良くないですか。最終的に自分の身を守るのは言葉なんです。どんな言葉を発していきたいですか。僕は最高とだけ言っていきたいと思います。じゃあ今からねお家帰りますね。また88箇所歩きながら動画配信したいと思います。ありがとうございました。